拝殿住吉神社は、兵庫県加西市にある神社。坂見大名神、住吉坂見社、住吉主権身社とも、ハリマ国蔵の宮、旧社格は、県社。黒駒村で創建され、養老元年に現在地に移したて祀られた。大阪の住吉大子空に伝わる、住吉大社神大記、天平三年に記された、住吉大宮宮宮旧古書の一社である。 古くは、坂見大明神や坂見社と呼ばれており、明治時代に県社に別格された際に、現在の社名に改められた。天平十七年には行期によって、東隣に別当寺である坂見寺が建立された。社殿は平治元年の平治の乱、県営二年、天正年間の陛下など、幾度もの消失と再建を経て荒廃していたところ、江戸時代初期に、 姫路城主の池田テルマサにより復興された。テルマサによって年々30国の寄進を受けている。その後姫路藩主となった本田美の守るによって車両は60国となった。現在の本社三殿は嘉永4年に再建されたものである。1874年に豪八1881年には県車に列せられる。1909年に 大都市神社と八幡神社を合祀している。なお、以下の建造物6件は、2005年11月10日付で、国の登録有形文化財に登録されていたが、兵庫県及び、加西市の有形文化財に指定されたことに伴い、当該登録は抹消されている。毎年4月の第1土曜日から翌日に行われる、春季礼大祭は、北条節句祭りと呼ばれ、 晩州三大祭りの一つに数えられる。晩州の秋祭りと同様のソリやネフトン屋台が登場する。工場では屋台のことを別称化粧屋台と呼ぶことがあり、東郷から八代、西郷から七代の計15代の屋台が運行される。屋台関係者は着物に長襦番という晩州地方では珍しい格好で祭礼に参加する。 基本的には今回黒の着物で男物の長襦袢を着るが一部の地区では灰色や茶色、女物の着物を仕立て直しして長襦袢として着る人もいる。ちなみに滋賀県愛称町で行われる片井の大宮春季大祭は北条絶句祭り同様着物に長襦袢という格好で祭礼が行われている。また各地区では鉢巻とたすきで色分けされている。 兵庫県火災医者北条町北条千1318ありがとうございます。